俊介です。今回はトーク動画ということで、僕の人生を変えたアニメトップ3をご紹介していきます。あなたはアニメを見ますか？漫画でもいいんですけど、どうだろう。最近はスパイファミリーとか鬼滅の刃とか呪術廻戦とかが出てきて、アニメや漫画に対する抵抗感みたいなのは以前よりもなくなってきたなと思っています。僕は本当にアニメが好きで、中学でも高校でも大学でもずっとアニメを見てきたんですよ。特に主人公最強成長系のやつ、これが本当に好き。あんな風な圧倒的な強さにやっぱり惹かれるものがあるんですよね。だから YouTube を始めて、しかも50万人を目指しているっていうのもある気がします。好きなキャラとかも聞かれても大抵主人公を選ぶので。さて、まあそんなアニメなんですけど、こんだけたくさんのアニメを見てると、人生のためになるアニメと出会うこともあるんです。僕の中の価値観を変えてくれるようなアニメ、知識とかではなく、その人の人柄や生き方に魅力を感じたものです。正直フィクションの架空の人に影響を受けてどうするんだって思うかもしれませんが、それでもかっこいいものはかっこいいし、憧れるものは憧れるんです。ということで、僕がおすすめするアニメをランキング形式でトップ3を紹介していきます。まずは第3位、ハンター×ハンター、ジャンプの有名な漫画ですね。最近また連載が始まるみたいな発表を見ました。あらすじとしては、ゴン・フリークスという少年が父親を探すためにハンターという仕事につき、あらゆる試練を乗り越えてゴン自身も成長していくというものです。それで僕がこのハンター×ハンターの何に惹かれたのかというと、このゴンの性格です。とっても素直で純粋で心が広くて、そんな性格が周りの人を引きつけていく。僕もこの心の広さ、純粋さは見習わないとなって思いました。ストーリーもマジで面白いので、ぜひ見てみてください。それでは第2位、階級、こちらもジャンプですね。これは主人公成長系のアニメです。高校バレーの話なんですが、主人公の日向翔陽の身長は164センチ、小柄な選手だけどジャンプ力がすごくて、それを武器にどんどん成長して全国制覇を目指すアニメです。高校までは本当に技術がなくて、ほぼ初心者レベルだったんだけど、バレーが好き、バレーが上手くなりたい、それが人一倍強く、そんな向上心でどんどん強くなっていくんです。体に恵まれず、バレー選手なのに身長が低い、それでも自分の長所を考えて戦う術を見つけて、小さな巨人へとなっていく。誰でも苦手なことや不利なことはあるけど、考えて考えて考えまくれば必ず活路がどこかにある、そう思わせてくれるアニメでした。これも最近映画化が決まったアニメなので、ぜひそれまでに見ることをおすすめします。それではバイアル第1位、直撃の相馬。これもジャンプ漫画なんですけど、これは僕が一番学びになったアニメです。主人公の雪平相馬が中学卒業と同時に日本屈指の料理学校で、卒業到達率 10% 以下の東月学園に思いがけず転入。そこでは日々料理対決が行われていて、全てが料理対決で決まる。そんな世界で切磋琢磨しながら、どんどん腕を磨いて上を目指していくという物語。このアニメの何がすごいか、主人公の考え方です。それは失敗に対する考え方。よく失敗は成功のもとっていう言葉を耳にしますよね。これはすごく大事なことだけど、どれくらい本気で意識できていますか？僕はこの失敗の大切さをこのアニメで心の底から学びました。主人公もそこまで才能があるわけではありません。でも何十回何百回と勝負を挑み、負けて、その失敗を全て自分の糧にして強敵を倒していく。直撃の相馬の名言でこんなものがあります。失敗したっていう経験を得た。まさにその通り。僕も YouTube をやってきて、たくさんの失敗をしてきました。今ショート動画がバズっていますが、バズらせる型を作るために半年以上を費やした。それだけ失敗して、でも全部を糧にしたからこそ今がある。心の底から失敗イコール経験と思えるかどうかは、人生の中でものすごい力になってくれます。ぜひこのアニメを見て、失敗から学ぶ大切さを知っていただければ嬉しいです。以上がトップ3でした。あらすじに関してはうまく説明できてないと思うので、またネットで調べてみてください。アニメの全てが学びがあるとは言いませんが、この3つはそういうところに僕が惹かれたので、ぜひ見ていただければなと思います。特に直撃の相馬はおすすめです。それでは最後に、前回の投票ありがとうございました。毎日投稿が多かったので、基本毎日投稿していきます。今後は毎日学びになる動画を上げて、このトーク動画は気まぐれに上げていこうと思うので、ぜひこのトーク動画もたまには見てくださいね。じゃあまた次の動画で、またね。